ピョートル・セミオーノフ、チャンコール・シャンスキー、ピョートル・セミオーノフ、チャンコール・シャンスキー、または、ピョートル・セミオーノフは、ロシアの地理学者、統計学者である。40年以上にわたって、ロシア地理学会を運営した。リペツク州のゲスアンカの貴族の家に生まれ、サンクトペテルブルク大学で学んだ。1950年代には、ベルリン大学で、アレクサンダー・フォン・フンボルトや、カール・リッターの下で、 地理学を学び、彼らの著作をロシア語に翻訳した。フンボルトンの提案で、当時、あまり知られていなかった天山山脈の探検を決意し、1856年にバルナウルからアルタイ山脈を通って石区区港に達した。1857年に再び天山山脈に戻り、山脈の知られていなかった山を探索した。グタグの風景などを見た。 最初のヨーロッパ人となった。セミオーノフの功績の一つは、天山山脈の起源に関するもので、フンボルトは火山起源と推定していたが、火山活動を示す証拠は、どこにも見られなかった。翌年、最初の論文を発表し、高い評価を受け、皇帝、ニコライ二世から生に、 天山を示すチャンイコールシャンスキーを天命として与えられた。社会統計学にも興味を示し、1864年から1874年まで中央統計委員会で働き、この組織は内務省の統計委員会となり、1891年まで議長を務めた。1897年のロシア最初の国勢調査に尽力した。同じ年に、 ロシア帝国の国務院議員に選ばれた。セミオーノフはしばしば、スイス、イタリア、フランスを訪れ、オランダの巨匠の美術品を集め、これは後にエルミタージュ美術館に収められた。昆虫の収集家としては、約70万の標本を集め、多くの新種にセミオーノフの名前が付けられた。ロシア地理学会を1873年から、没するまで運営し、 ニコライ・プルジェバリスキーや、ピョートル・コズロフらの中央アジアの探検を支援した。1897年に、王立地理学会の金メダルを受賞した。セミオーノフは、ミハイル・ペトラシェフスキーの社会主義の秘密サークルに、加わっていて、文学者のヒョードル・ドストエフスキーの古い友人であった。セミオーノフの自伝、メモアールで、ドストエフスキーのことを、革命家でなく、 感情の人であったと評し、虐げられている人間に対して暴力が振るわれるのを、見た時には憤りに駆られて、赤旗を掲げて広場へ出て行くこともしかねなかったと、書いた。息子のアンドレーセミョーノフチャンイコールシャンスキーは、昆虫の分類学者として知られる。セメンは、植物の学名で命名者を示す場合に、 両トルセミオのフチャンイコールシャンスキーを示すのに使われる。ありがとうございます。